皆さん私の歌を聞いてよ、私は平凡な奥さんよ、もうすぐおばあちゃんになってしまう、50をちょっと過ぎた奥さんよ。私が一番綺麗だった時、当たり前の男とお見合いをして、その時憧れてる人がいたけれど、親が勧めるから結婚したの。楽しいはずの新婚生活、それは戦争の真っ最中、夫は知らない南の島へ、もんぺを吐いて泣いてた私。おお、人生は悩みよ、楽しくはないの、恋なんかしない間に老けちゃった、これが人生というものかしら、思い通りにはいかないものね。やがて子供が生まれたのよ、私はこの子に構いっきり、ところがおばあちゃんが干渉をして、嫁と姑の対立よ。夫の浮気に気づいた夜は、純情な私も乱れたの。いっそ子供がいなければ、あの時離婚をしていたわ。長男が大学、次男は幼稚園、少しでもいいところへ入れようと、私は徹夜で並んで待ったの。その時から冷え性になっちゃった。おお、人生は悩みよ、楽しくはないの、恋なんてしない間に老けちゃった、これが人生というものかしら、思い通りにはいかないものね。やがて子供は恋をして、私に恋人を紹介する。恋も自由にできなかった、私は嫉妬に燃え狂う。やがて子供の結婚式よ、白髪の混じった私は、幸せそうな二人を見つめて、思わず主人を見返した。もうすぐおばあちゃんになってしまう、私の小さな楽しみは、朝は旅路に昼は古今寺、テレビが私の生きがいなのよ。別に大きな不幸もなく、平和のうちに年取った私は自分に問いかけるの、本当にこれでよかったのかしら。おお、人生は悩みよ、楽しくはないの、恋なんてしない間に老けちゃった、これが人生というものかしら、思い通りにはいかないものね。主婦は女の生きがいかしら、本当に私は生きたのかしら。